こんにちは。時刻は1時30分。本日もギノワンヒルズ通りのギノワンヒルズナウ始まりました。司会を務めさせていただきます。ギノワンヒルズ通り会広報の着物花沖縄山城咲乃です。この番組はギノワンヒルズ通り会の今をお届けする広報番組です。各店舗のご紹介や活動のお知らせをしていきます。ギノワンヒルズ通りとは、この FM ギノワンがある県道81号線普天間から伊佐にかけての旧デーゴ通りのことです。ギノワンヒルズ通りのギノワンはひらがな、ヒルズはカタカナです。ギノワンヒルズ通り会は現在は約35店舗が参加し、共に力を合わせながら地域の発展に向けて様々な活動をしています。本日はですね、ギノワンヒルズ通り会、ギノワン市アラグスクにあるズミカフェのゴンザレスのりこさんをゲストとしてお呼びしています。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、ちょっと早速になりますけれども、ズミカフェのゴンザレスのりこさん、自己紹介をよろしくお願いします。はい。ギノワン市アラグスク1丁目 30-8、普天間三砂路から伊佐向けに左側に、約三栄の食品館を過ぎて大体200メートルぐらい伊佐向けに行った左側にズミカフェ当店がございます。で、すいません、はい、名前がゴンザレスのりこと言います。はい、じゃあ今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ住所が、ギノワン市アラグスクの 1-30-8、今もご説明いただきましたけど、この FM ギノワンさんがちょうどギノワンヒルズ通り沿いに店舗あるんですよね。はい、そうですね、うん、これですね、多分、こちらの通りですね、通られてからちらっと多分見たこともすごくたくさんある、見たこともあるっていう方もすごくたくさんいらっしゃると思います。すごくですね、外観もおしゃれな感じなんですけれども、これズミカフェさんのお店のコンセプトとかっていうのはどんな感じになってるんでしょうか。はい、アメリカに住んでた時にお家をすごいアメリカン雑貨で、はい、飾っていて、いいですね、それをそのまんまお店にした感じで、だいたい中はフィフティーズスタイル、はい、で、アメリカンダイナーの雰囲気を持った店内になってます。いいですね。すごくね、小物とかですね、雰囲気もなんか看板みたいなのとかもたくさんありますもんね。そうですね、すごくいい雰囲気で、いわゆるなんて言うんでしょう、写真映えする、インスタ映えする、はい、フォトジュニックな店内になっております。こちらズミカフェさんの、定休日とか営業時間を教えていただきたいんですけれども、定休日とかはいつになってますか。はい、定休日は毎週月曜日、はい、で営業時間が11時半から夜8時まで、はい、夜8時まで、はい、じゃあランチにもディナーにも両方行けるような感じですね。分かりました。こちらの方ですね、ズミカフェさんすごく流行ってらっしゃって、すごくたくさんのお客様、いつ行っても車が止まってるのをたくさん止まってるのを見るので、すごく人気店なのがよくわかるのですが、こちら、お客様はどんなお客様がいらっしゃることが多いですか。そうですね、まあ県内はもちろんですね、はい、最近は若い観光客のお客様がすごい多く、はいはい、増えてきていますね、はいはい、結構地元のお客様とかも、はい、もちろん多いですね、うん、近所の、はい、おばあちゃんとかも、はい、ああそうなんですね、はい、だったらですね、気軽にフラッと立ち寄って、まあ、ランチだったりとかディナーとか、う、ね、はい、うん、いろんなものをたす楽しめるお店ということです。これズミカフェさんは、オープンしてもどれくらいになられるんですか。オープンして実はもう来週の日曜日、はい、5周年祭を、おー、5周年祭、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。5周年ということですね。でも結構5周年っていろいろあったと思うんですけれども、はい、これで5周年で何かイベントとかもされるんですよね。そうですね、うん、そちらの方もですね、いろいろと楽しいイベントがあるようなので、後々ちょっと詳しくお聞きしたいなと思っています。はい、はい、それではこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、また FM ギノワンではユーストリーム、ツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。またサイマル放送も始まりました。
リッスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページに再生ボタンがあります。完全全編同時放送をお楽しみいただけます。スマートフォンでお聞きの場合には無料アプリリッスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から FM ギノワンを選曲してください。どうぞよろしくお願いします。それではこちらでですね、1曲お届けしたいと思います。それでは、のりこさん、じゃあ曲の紹介をよろしくお願いします。はい。シャイニーのボーイズミーチューお願いします。大丈夫です。これでこっちの曲が…なんかさ、もうちょっとマイク近づけましょうね。おばあちゃんも来るんですか？来ますよ。親子3枚でも来ますよ。奥さんがアットホームだから来るんだはずね。いろいろ楽しく、結構みんなランチとかでも、ね、熊さんも行くだけ行ってますもんね。先週、小津新金さんレースがあったので、3人でみんなでいらっしゃいました。でもいつもあれですもんね、通り会の時も料理美味しいし、うん、ああそうですよね、たくさんありがとうございます。大変ですよね、あの人数分で、うん、本当ですよ ね、 ねリクエストも来るしリクエストも来るんですか？リクエスト会長がこんなのが食べたいっていう、あれ同じものがねみたいな欲しいんですね。ここで PR したいこともおすすめだとこっちにですね、もういっぱいイベントがずっとあるので告知しちゃいましょうか、うん、それでまたこっちでももう一回やるっていう感じが多分何回かやった方がいいと思うので、うん、またです。あ、30分していいですか？うん、どうぞ。で、オーナーズトークでいいですか？はい、大丈夫です。さて、このコーナーはギノワンヒルズ通りオーナーズトークということで、ギノワンヒルズ通り会の各店舗のオーナーさんやスタッフの方をゲストとしてお届けします。
本日はですね、先ほどもご紹介しました宜野湾市荒城にあるズミカフェのゴンザレスのりこさんをゲストとしてお呼びしています。今日はどうぞまた再度になりますがよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらですね、ズミカフェさん、こうもう来週で5周年になるということなんですけれども、はい、これズミカフェさん、のりこさんがですねズミカフェをオープンするようになったきっかけっていうのは何だったんでしょう。うちの主人が元アメリカ軍の、はいはいはい、海兵隊で、お疲れ様です、はい、結構アメリカの方に行ったり来たりの転勤族だったので、はいはい、うん、たまたま20年の兵役を終える前に、うん、沖縄に転勤が決まったので、はいはい、もう無言の抵抗、もうどこにも行きたくないということで、でうんうん、すぐ空き店舗を探し、はいはい、3ヶ月、帰ってきて3ヶ月で、今の、うん、ズミカフェの店舗を見つけ、うん、はい、で、もう必死に、うんうん、もうここから動かないぞという気合を入れたというか、はい、もうこれから自分の場所をちょっと確保したいなと思って、うんうん、そうですよね。でもやっぱりいろいろのね、転勤が続いてたら、やっぱりちょっと慣れたと思ったら、そうですね、うん、転勤で、でも腰を据えられるという意味で、こちらの場所を始めた。うん、はい、そうです。もともとこちら、のりこさんは飲食の関係のお仕事とかをされてたんですか？全くやったことがなくて、はいはい、ただ単にもう料理が大好きっていうだけで、素晴らしい。始めたお店です、ね、うん、はい。でも料理が好きっていうのは、いつもね、うん、この宜野湾ヒルズ通り会でもですね、よく、のりこさんのオードブルを出していただくんですけども、すごく、美味しいのでいつもありがたくいただいています、はい、でも料理がやっぱりこう好きで始められたお店っていうのはもうすごく楽しそうでいいですね。そうですね、うん、これ例えば、うん、ズミカフェさんですね、こちら一応飲食というかいろいろなものを出してらっしゃると思うんですけれども、はい、特にのりこさんのおすすめのメニューなんかありましたら教えてください、うん、はい、アメリカのお友達の、はい、おばちゃんがやっていたアメリカンダイナーのレシピを使ったうちの絶品クラムチャウダーがもうおすすめですね、はい、今からの季節どんどんクラムチャウダー食べた、ね、はい、これクラムチャウダーの単品でも、あ、もちろんもちろん、あ、はい、そうなんですね、持ち帰りもできますので、あ、持ち帰りもできるんですね、はい、あ、それはありがたいです、すごい持ち帰りで、うんうん、来てくれるお客様がすごい増えました、ね、そうなんですね、上りも立ってるので、はいはいはい、すぐ目につくと思います、うん、はい、そのアメリカのもう現地のその味というか、はい、そのオリジナルのレシピで作られたとい う、はい、うん、クラム、絶品クラムチャウダーがあるということですので、はい、私も、夕ご飯作りたくないときにはぜひぜひアレンジもすごくできるスープなので、そうなんですね、まあ、スープパスタでもドリアでも、はいはいはい、はい、あ、いろいろと楽しい、いろいろできますね、はい、じゃあぜひ買いに行きたいと思います、はい、他にもおすすめのメニューあると伺ったんですけれども、はい、うちの看板、まあ、メニューと言っても過言ではない、はい、ピーナッツバターといちごジャムが入ったハンバーガーがもう、はい、もう不動の第1位、おー、これ名前はズミバー、ズミバーガーですね、はい、これ例えばこれ普通の、まあ、バーガーですよね、はい、普通のハンバーグに、うん、ハンバーガーに、うん、ピーナッツバターといちごダムが入ってます、入っているというちょっと変わり種というか、そうですね、結構中毒性があるらしくて、うん、はいはい、無性に食べたくなるっていうお客さんがやっぱり多いですね、はい、リピーター率ナンバーワン、おー、はい、すごいですね、ズミバーガーなんと、普通のハンバーガーに、ピーナッツバターといちごジャムが塗ってあるという、これはちょっと食べてみたいですね。これ、うん、これもお持ち帰りも、はい、もちろん、OK、はい、でも、もしそういう感じの味だったら、もしかしたら子供とかも、そうです、うん、子供たちが大好きで、うん、ああ、そうなんですね。それとあと近所のおばあちゃんたちも、はい、うん、このバーガーを食べに、うん、あ来てくれます、ね、いいですね。それはちょっとぜひ、ズミカフェさんのズミバーガーとクラムチャウダー、ぜひ食べてみたいです。ぜひ足をお運びください。はい、でですね、こちら、もう来週ですか、来週でズミカフェさん5周年ということで、はい、何か大きいイベントがあるということを聞いてるんですけれども、はい、来週、もう今週か、今日月曜日ですね、あ、今日月曜日、あ、すいません、今週だそうですすみません、はい、9月とか、はい、日曜日、はい、日曜日、はい、うん、うちのズミカフェ5周年祭が、はい、当店 の、 店舗前で、はいはい、イベント、すごいイベントを行いますので、はい、すごい、はい、どんな感じの内容のイベントなんですかね。まず、朝8時に、はい、
うちのお店前に車、はい、自慢の愛車とそれから、はい、バイク、はいはい、そういったバイカー乗りとかが集まって、はいはい、ツーリングが8時から始まります。はい、これは事前に参加する人はもう決まっ、もう普通に参加したいんであれば、はい、うん、ズミカフェに8時集合。8時集合で、はい、楽しそうですね。そうですね。アメ車を持ってくるお客さんとかもいたり、はいはいはい、もう自慢のハーレー持ってきたりとか。かっこいいですね。はい、すごいたくさんの人が来ますので、うん、もしよかったら時間があればぜひ、うん。はい。じゃあこれは8時からツーリングが開始されて、そうですね、はい、でその後は11時から、はい、ピンストライパーの、はいはい、レタリング等が、はい、のイベントが11時から始まります。11時から、はい、これピンストライパーってフリーハンドの、はいはい、うん、まあ、アーティストたちが、はい、県内外からたくさん の方々が来て、はい、もう実演で書いてくれますので、ピンストライパーの実演が11時スタートということですね、はい、いろんなもう盛りだくさんのイベントになりそうですね。例えば携帯ケースに書いてもらったり、あ、はいはい、ヘルメット持ってきたり、はいはい、そのままバイクに書かせる人もいたり、あ、はいはいはい、素敵です。これはもちろん優勝にはそうです、うん、はい、3000円からスタートっていうか、うん、まあ、ピンストライパーとの交渉になりますけどね、はいはい、じゃあピンストライパー のアーティストの方が来て、ね、持ち込みでいろいろなものを、まあ、3000円から書いていただき、はい、ということで、そうです、ね、こちらピンストライプですね、ちょっと雰囲気がある、まあ、ラインをそのまま使ってやるようなもうアートなんですけれども、はい、多分いろいろと見るのも楽しいと思いますので、うん、結構描いてるの面白いですよ ね、はい、すね、見てるだけで、はい、うん、あらこんななるのみたいな、うん、で夕方6時からなんと、はい、このピンストライパーたちの作品が当たる、はい、当たるかもしれない、じゃんけん大会が6時からありますの で、うん、はい、ぜひぜひこちらも、はい、6時から、ピンストライパーの方の何か作品が当たるかもしれない抽選会が始まるということです。そうですね、はい、これ例えばその間の営業時間ですね、はい、営業の時には何か特に何かあったりするんですかね。もうそのまんま来ていただけて、うん、はいはい、店内で食べながら、うん、はい、この作品を見たり、はいはい、楽しんでいただければなと思っています。すごく楽しそうなイベント、はい、今週も今週の日曜日9月の10日ですね、はい、朝の8時からは、自慢のバイクや車などで、ね、ツーリング、はい、11時からは、ピンストライパーのアーティストたちの、もので、これ営業時間はそのまま11時からですか。そうですね、はい、11時から、うん、だいたいそうですね7時ぐらいまで、7時ぐらいまで、はい、で通常営業で夕方の6時からは、まあ、当たる何かが当たる作品が当たるかもしれない抽選会も行われるということです、はい、じゃあぜひ皆さん足をお運びください。こちらですね、もう5周年ということなんですけれども、やっぱりこれだけ長くされているとですね、いろいろなことがあると思うんですが、うん、例えばのりこさんがですねこちら、ズミカフェさんを始められて、やっぱり嬉しいことや楽しいことっていうのはどんな時でしょうか。そうですね、やっぱり今まで見たことの会ったことのない新しい方々との出会い、はい、あ、はいはい、すごい楽しくて、うん、おしゃべりしてるだけでも、はい、まあ、そういう人たちが時間を割いてわざわざうちに来てくれるっていうことだけでもすごいありがたいなって、うん、本当に毎日感謝して、ね、素晴らしいですね。でもやっぱり本当にね、いろいろと、うん、ちょっとですね PR したいことということで、他にも、いろいろとズミカフェさん、そうですね、いろんなミュージックビデオの撮影とかにもよく使われているということですね。そうですね、ミュージックビデオは一度、シャイニー、うん、韓国のアイドルグループシャイニーがうちで一度、はい、ミュージックビデオの撮影をして、はい、その後は、まあ、写真集の撮影とか、はい、あとヤングマガジン、ヤングジャンプ、そういった、はいはい、集英社さんの撮影とか、うんうん、結構最近ではプロのカメラマンさんたちの指名でうちを使っていただくっていうことがすごく多くなって、はいはい、やっぱ撮影映えする店内っていうことをすごい褒めていただいてるので、うんうん、普通に来るお客さんたちでも、うん、まあ、写真をたくさん
撮っていただきたいなと思っております、はい、うんうん、そうですね、店内もすごくおしゃれで本当にあの写真映えするような店内なので、美味しいご飯を食べながら、クラムチャウダーを飲みながら、はい、という形でいろいろと楽しめればと思います、はい、でこちらちょっと、もう時間がギリギリになってしまったので、はい、今後の目標をじゃあ一言でのりこさんお願いします。はい、来て元気になれる店内なので皆さんぜひお越しください。はい、ありがとうございます、はい、それではですね、こちらでまた曲をもう一曲お届けしたいと思います。曲は何でしたっけ、はい、モンゴル800の、うん、シャイニーのルシファー、お願いします。途中でもうあれにしましょうって、はい、そうそう、シャイニー2曲で行こうっていう。あ、そうなんですか、すみません、すみません、すみません、確認すればよかったですね、私も。すみません、こっちのこっちでいっぱいいっぱいになってしまいました。ありがとうございます。これかけ切ります。3分、4分ぐらいです。そうですね、かけ切ってすぐエンディングって感じになりますけど。そうですね、エンディング、ちょっと一応告知のところでちょっとだけあるんですよ。じゃあ2分ぐらい残しましょうか。2分ぐらい、そうですね、はい、最後にまたちょっとイベントのことももう一回多分ちょっと PR できればと思うので、イベント欲しいですね。じゃあエンディングって言ってもこれだよな、ここも面白いんだよね。あ、こちらもただあのいつもの最上、うん、最上というかイベント会場でちょっと就任されてるんですけど、うん、まあ、セールをするだけなんですけど、配ってメモしてる、マメドベーカリーさんもあれですね、うん、マコが時間で行けなかったです。9月って新しく始める感じなんですかね。こっちでもただ単に。俺の見てごらん。玉城さんから来てる。この人たちが来てたんですか、シャイニー。撮影今日全部。あ、でもなんか結構ファンの子とかもなんかインスタとか見るとなんか同じ構図で写真撮ったりしてから、なんかめっちゃ楽しそうと思って。やっぱファンはそんなやってくるんですね。ちょっと聖地みたいになってるじゃないですか、本当にファンの子にとっては。すごいよね、サイニーとジャニーズたちの聖地。ジャニーズも、ジャニーズ最近ジュニアが来たんですよ。ジュニアって言ってももうほら、おっさんたちは分からないじゃないですか。なんかすごいなと思って、うん、おばちゃんも分かんないです。分かんないです、うん、なんかめっちゃジュニアの撮影ですけど、写真集出すって言って、写真集出すって言ったら、そこそこ人気ないよね。あ、でもそうだと思う。ジュニアめちゃめちゃ人気ありますよ。みたいですね、うんうんうん、日本来てます。そうそうそう、だってもうそのなんか AKB じゃないか、推しみたいな人がやっぱりいて、なんか担当がいて、あー、そっか、AKB みたいな、そうそうそう、なんちゃら担みたいな感じですごく見ますし、もう作品まだ10月31日が集まったんですけど、うんうん、鍵つけて、うん、すごい、めっちゃ来てます。やっぱりでもそのファンの子だったらやっぱりいろいろチェックすると思うので、そうそうそう、それとかね、まあ見えてるんじゃないですかね。いや、すごいわ。沖縄で撮影したんだったら絶対行きたいみたいな感じ。目的だもん。そらそら。おぉ、すごい。じゃあ、そらそら、これ BGM にしましょうか。OK です、わかりました。じゃあ、行きまーす。宜野湾ヒルズナウ、今週のおすすめ。このコーナーでは宜野湾ヒルズ通り会、店舗の今週のおすすめ情報をお送りします。こちらですね、先週もお知らせしたのですが、宜野湾市のですね、こちらもアラグスクにある、ちょっとあの宜野湾ヒルズ通りから中に入ったところですけども、マーメイドベーカリーさんが3周年記念セールということで、9月の7日、8日、9日の3日間、木金土ですね、マラサダ各種、マフィンが各種100円、
さらに、1000円以上お買い上げで200円の割引券プレゼント。またテントにて手作りのバッグや服の自由市などがあるそうです。宜野湾市新城 2-27-11 マーメイドベーカリーさん、今週末イベントあるそうなのでぜひ足をお運びください。そして先ほども、お伝えした、ズミカフェさんの5周年記念、はい、記念祭も、今週の日曜日ですか、はい、9月とか日曜日、はい、9月とか日曜日に朝の8時から、はい、モーニングクルーズ、モーニングクルーズ、はい、楽しそうですね、はい、でイベントはスタートが11時なので、はい、じゃあぜひ遊びに来てください、はい、じゃあイベントのスタートは、朝の午前中の11時からということです。ぜひですね、あのズミカフェさんの店内まだ見たことない方いらっしゃいましたら、すごく素敵な店内ですのでぜひご覧になって、美味しい、ご飯に、はい、あとそしてちょっと変わったズミカフェをため、あ、ズミバーガー、バーガーを試しに、はい、ぜひ遊びにいらしてください。はい、それでは本日の宜野湾ヒルズナウいかがだったでしょうか。来週はですね、宜野湾ヒルズ通り会、最近参入されましたブエノチキン普天間店の伊佐さんをゲストとして来週はお呼びします。お相手は宜野湾ヒルズ通り会、着物花沖縄山城咲乃と、はい、ゴンザレスのりこでした。はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。バイバイ。はい、いい感じですね。ありがとうございます。あっという間だった。そうそうそう、本当にあれですね。